大津幸男、エリカワ春夫、斉藤長治、鳥貝久美子、今4人の方の名前を読み上げました。鳥貝久美子、この方は NHK の講師なんかもされてるんで有名かもしれません。他にも斉藤長治という人も何か割と売れた本があったかもしれません。大津幸男、エリカワ春夫、この二人は一般的にはそんなに知られてないかもしれませんけれども、言語関係、特に英語関係の研究者の中ではもう大御所です。ですからもうこの4人の名前を聞いた、おすごいメンバーやなっていうのは分かる人には分かると思ってください。でこの4人が2冊本を書いています。1冊目、英語教育迫りくる破綻、もう1冊、英語教育は学校英語教育は何のため。まあすごく単純に言えばこの2冊は今の英語教育政策は間違っているということをはっきりと言っているわけですね。いくつかピックアップしていきましょう。まず英語教育迫りくる破綻の方からいきますと、例えばこちら斉藤長治が書いているところですけれども、昭和後期より政財界が次々に英語教育改革のための提言や政策を発表するようになりました。それらを中心となってまとめた人の多くが英語を専門としないところが特徴で、もはや現場の教師や浮世離れした英語学者たちには任せておけぬ、自分の力で日本の英語教育を改革するのだと言わんばかりの意気込みがうかがえます。それらの内容を記述した文書に抜本的改革、改善、強化というような表現が見られるのも特徴的です。まあ、政治家の好きな表現ですね。全然抜本的ではないのに抜本的とか、全然しっかりしてないのにしっかりとかっていうのは、まあ、政治家のいつもの手段です。それで英語改革、しかも政治家というのは基本的に素人、英語教育の素人ですから、その人たちが抜本的に何をするのかっていう、まあ、問題は昭和の後期からそんな風になってきた。まあここには書いてなかったと思うんですけども、おそらくそれは表になるからでしょうね。一般受けして表になるからじゃないかなっていうふうに私自身は思っています。次、大津幸男さんの書いてるところですけども、学校での英語教育は英語が使えるようになること自体を目指すのではなく、英語を使うことが必要になった時に不可欠な基礎を養っておくことにあると考えるべきである。でその通りだと思いますね。英語10年間もやってるのになぜできないんだとかって言ってるけども、10年間もほんまにやってるのかって言いたくなりますし、必要になった時にちゃんとその時に勉強しておけばできるようになるわけですからね。それから後ろの方でこれ、座談会をしてるわけですけど、そのうちの中で、鳥貝久美子さんが言ってます。この発言のすぐ前に、英語教育の抜本的改革、まあ、さっき言ったとおり抜本的がありますけど、抜本的改革っていう案が2013年かななんか出されたみたいですけれども、この鳥貝さんは、この提言は英語教育の抜本的改革って銘打って3つの案を出していますよね。でそれを読むと、この人たちはこれまでどういう改革がなされてきたかっていうのを全く振り返らないで、歴史を検証しないで思いつきで言ってるんだなっていうことがよくわかる。まあ、これも政治家のよくあることですね。コロナが流行ってきたから1世帯に2つマスクを配ろうなんて思いつきで、何億円も使うような首相を我々持ってるわけですから、政治家というのは基本的に思いつきでものを言うというふうに考えればいいと。それからでそれがまたね、このエリカーさんが、まあ、その後ちょっと対談があってエリカーさんが言ってるんですけども、一般の人には結構口当たりがいい提言です。まあ、別の言い方としたら要は票になるってことですね。政治家は思いつきのものを言って、でそれが一般の人になんかなるほどなっていうふうに一瞬でも思わせたら票になる。政治家が大事なのはとにかく票ですからね。さらに続けてリカさんが言うのは、抜本的改革というのであれば、こういう英語教育の素人が政策を立てるシステムの抜本的改革こそが必要なのである。本当にその通りだと思いますね。はい、これが英語教育迫りくる破綻、2013年に出されたものです。
で翌年ですね、これ学校英語教育は何のためっていうやつですけれども、こちらもいくつかちょっとピックアップしますと、一応同じ人と同じ4人が書いています。まあ、この中で、これエリカさんの途中からなんですけども、企業の経団連のアンケートをちょっとピックアップして、その中で問題としてるのは、重視されるのは語学力よりも母語によるコミュニケーション能力なのです。経団連のアンケートですよ。学校の先生が言ってるんじゃなくて、企業側がそう言ってるんですよね。それは当然そうでしょう。日本語できない人間は基本的に外国語できないわけですからね、当たり前の話なんですけども、ところが日本人っていうのはネイティブ信仰みたいなのがあるわけで、ネイティブ信仰、ネイティブならば偉いみたいな、ネイティブの言ってることがかっこいいみたいなのがあるわけで、それに対してこの人は、ここの座談会は、内田達郎でしたっけ、哲学者だと思うんですけども、その人が鳥貝さんとお話をしている、その一部を紹介しますと、あれどこ行ったかな、その内田さんですね。僕はフランス語専門だったんですけど、フランス人でも人の話の腰を折って指を横に振りながらチッ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 発音が違うとか、フランス人はそう言い回しはしないとかいうやつがいるんです。いや、発音はいいから話を聞けよと言いたくなるんだけれど、彼らにとって会話のコンテンツは二次的なことなんです。彼らは発音の間違い、文法上の間違いを指摘できれば、それだけで知的優位のポジションに立てると思っている。最近私もちょっとネイティブと、英語のネイティブスピーカーとやり取りする機会が今ほとんどないんですけれども、まあこういう人はいますよね。中身よりとにかく英語の表現、それもいや、お前の言ってる英語はちょっと古いとかね、なんかケチをつけるようなネイティブもおりますね。それを本にしたりしてるネイティブもいるかと思いますけども、それより中身の問題やろ、言語っていうのね、というような気がします。それからあとですね、あともう一つ、この内田さんがこの対談の中で言ってて、教育学者も教育行政の人も他の国でこうだったからと言って模倣するだけで、日本語の言語的特性というもの、特殊性というものを全く考えたことがない。これもかなり大きな問題でですね、それこそ専門家としてはぜひここ突っ込みたいところですね。英語を教えるときは英語で、ね、教えなさいなんていうのは、文字通り日本語の言語的特性、英語の言語的特性、この両方の言語的特性というものを考えていないから、思いつきでは文部科学省は言語政策案を出してくる、そのもともとは政治家なんでしょうけれども、というような、この2つの本、素晴らしい本だと思います。2013年2014年に出たんですけども、それにもかかわらず言語政策、 言語教育政策といいますか、ずっと間違った方向で行ってしまってる。それはそういった政治家を選ぶ、我々の問題点というふうに考えるべきじゃないかなという気はします。英語教育にものを申したい人は、ぜひちゃんと英語っていうのはどんなものかを勉強してからものを申してください。思いつきで言わないでくださいと私は言いたい。